はい、それでは、本日は、明日からの配置についてのお知らせをさせていただきます。サムネイルにある通りですね。明日から日本を出国し、イギリスに行きます。イギリスに行く。一つの審査といたしまして、出国前の四十八時間以内に、陰性証明書が出さなければいけない必要があります。今回、今日ですね、陰性が取れたので、明日の二十三時三十分に関西国際空港から出国することになりました。 えそしてえ2月9日までの配信動画に関してはえ日本で取り溜めをしたものになりますなので2月9日までは順調に配信するんですけどもそれはすべて今まで日本で取り溜めたものになっておりますそして2月10日以降に関してはえそちらの配信はネット環境が整い次第海外からの配信になりますまあ、忙しくなければえ頑張って毎日配信を今まで通り頑張っていきたいと思っております 配信のスタイルに関しては全く変わりません。今まで通り、グッドノートに、まあ、手書きしたものをそのまま、えー、iPad Air で録画して、そのまま配信するという流れになります。そして、イギリスのことがもっと知りたいという方に関しては、イギリスの留学期に関してはサブチャンネルの方、そしてあとはインスタの yhprimary というところで、えー、登録投稿いたしますので、もしよろしければチャンネル登録、もしくはフォローお願いいたします。 そして今後の配信順番なんですけども2月5日そして2月6日に関してはもう取ってある消防設備士の一類構造機能工事と整備の電気に関する部分を行っていきますそして2月7日以降に関しては構造機能工事と整備の機械に関する部分のスプリンクラー設備からスタートしていこうかなと思っておりますそしてもうスプリンクラー設備のものも,もう取ってあるのでスプリンクラー設備のものをスタートしてそこから水踏む消火設備そして連結酸水設備そして屋外消火栓設備そしてパッケージ 型の自動化消火設備という形で続いていってそれがだいたいパート7ぐらいまでありますのでそれをやった後に構造機能工事と整備の企画に関する部分をやっていきたいと思っておりますそして3月上旬頃に関しては1級と2級建築成功管理技師の一次検定の問題をやっていく予定になっております イギリスにはですねテキストを1級2級ともに1冊ずつしか持っていけないので持っていかないので、まあ、解けない問題は基本的に後回ししますなので解ける問題から徐々に解いていこうかなと思っておりますなので今後の予定に関しては消防設備士を2月ぐらいにやってそして3月からは頑張って1級と2級の建築施工管理士をやっていく予定という形になっておりますそして今後についてなんですけどもイギリスの滞在期間は2月の6日まあ着くのは2月の6日のまあ 午後ぐらいなんですけどもそこから6月月ののの10日の約4間間をイギリスの滞在期間としていますそしてそこから2月6月の中旬からは10月までは日本で滞在します。なので1級建築施工管理士の2次検定までは必ずいます。そして2級建築施工管理士の2次検定の途中ぐらいからもしかしたらその後に関しては10月を過ぎたら他の国へ1年間滞在もしくはそのまま日本に住み続けるかどちらかという形ですね。 なので今後に関しては一応イギリスにいるのは4ヶ月だけなので、えー、ちょうど1級と2級建築施工管理技師の一次検定ぐらいに戻ってくるという形ですねそれが今後ですねあとは最後少し脱炭なんですけども、まあ、イギリスといってもイングランドに行きますでイングランドに滞在するためには日本から出国する48時間前までの陰性証明が必要です あとは、えー、来国者の位置特定フォームと言われるパッセンジャーロケーターフォームというものの提出。まあ、これは入国者の位置情報を監視するためのものになるということですね。なので、このようなものを、えー、しっかり提出してい、えー、かなければいけないというものになっております。あとは、えー、入国後、えー、2日以内に PCR 検査を向こうで受けなければいけなくて、陰性であればもう隔離は一切なしという形になります。そして、陽性だった場合でも10日間隔離されていれば、もうその後、普通に出歩けると。 いうものがまあ、イギリスの、まあ、水際対策になりますので、まあ、一応このよううなな形形ででで、えー、イインングランド、まあ、イギリスに行くという形ですね。なので今回は、えー、一応お知らせという形で明日からの、まあ、イギリス行くので明日からの、えー、お知らせということで配信について、えー、お話をさせていただきました、えー今,後まあ、今後と言っても2月9日までは日本で取りだめたものをそのまま、えー、配信していきますのでそのままそしてそこから続くかどうかは、まあ、イギリスで忙しいのか別に忙しくないのかそれは、えー、配信の配信の 配信の今まで配信してきたような感じで来れるのかどうかは忙しいかどうかはそれでまだあの感じてもらえればと思いますでは今回はこれで以上とさせていただきます短いですけどもありがとうございましたでは、えー、イギリスに行ってまいります